ピットコーダーは英国の言語学者である。エディンバラ大学の応用言語学の教授を務め、御用分析の研究への貢献で知られる。英国における応用言語学の分野の発展に大いに寄与し、また英国応用言語学協会の初代会長でもあった。ピットコーダーはヨークのブースダムテラス通り4番地にてクエーカー教徒の一家に生まれた。彼の父親、 フィリップ・コーダーは、イングランド出身の教師であり、母親、ジョアンナ・アドリアーナ・バンデア・マーシュ1887年生は、オランダ人であった。ピットは、ヨーク近郊にある、当時父親が領館を務めていた、全寮制のクエーカー教徒のための学校で学んだ。その後、オックスフォード大学のマートンカレッジに進学し、1936年から1939年にかけて、 現代語学を学んだ。オックスフォードを卒業後、ピットはグレート・アヤルトンにあるクエーカー系列の学校で教鞭を取った。第二次世界大戦中は宗教上の理由による良心的参戦拒否によって兵役免除を受け、フィンランドとエジプトにてクエーカー教いたずらによる自主参加救援隊で活動した。そして1946年には、 ハトコであるナンシー・プロクターと結婚し、二人の息子と一人の娘を設けている戦後は、オーストリア、トルコ、ジャマイカ、コロンビアのブリティッシュカウンシルで働いた。この期間中は、クラスを受け持ち、シラバスや新しい語学教材の作成に取り組んだ。1957年、ピットはブリティッシュカウンシルに席を置いたまま、エディンバラ大学の応用言語学部に入学した。当時、 ブリティッシュカウンシルは世界展開のために応用言語学の専門家を必要としており、ピットはその条件を満たすために応用言語学の学位を取得したのである。一年後にはブリティッシュカウンシルによってナイジェリアに派遣され、テレビ用英語教材の開発サポートに携わった。ピットはこの後ブリティッシュカウンシルを去ったが、その正確な時期には諸説ある。 英国応用言語協会の追悼記事によると、ピットはリーズ大学で教鞭を取り始めた1961年に、ブリティッシュカウンシルから離れたという。しかしながら、オックスフォード・ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィーに、記載の経歴によると、リーズ大学へは、ブリティッシュカウンシルによる派遣であり、実際にブリティッシュカウンシルを去ったのは、1964年に、エディンバラ大学で、 応用言語学部の学部長に就任した際だとされている。コーダーはその後亡くなるまでエディンバラ大学に所属した。ありがとうございます。